2019サガン鳥栖新ユニフォームウォーリアー社提供アジア初です。いきましょう、チャリティーオークション。さあ、それではこのパートを一緒に MC をやってくれる心強いパートナーをご紹介しましょう。通訳キム・チョンフー、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。今年のスローガンにも採用されましたチョンフン人こと、キム・チョンフンと言います。よろしくお願いいたします。これは、昨年のこのファンカンの時に、司会をやらせてもらったんですけど、まあ、それが好評だったということで、今回もオファーをいただきまして、やらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、それでは行きますか。まず登場していただくのはアウェー用の、いわゆるセカンドですよね、はい、ゴールキーパーユニフォーム、こちらの方からやっていきたいと思います。さあ、身にまとっていたベルといえばこの男ですよね、ゴールキーパー大倉達郎。じゃあせっかくだから、まあ皆さんまた改めて見せていただいて、小倉選手、初めて見た時の率直な感想、どういうところですか？そうですね、最初見た時はすごい斬新なユニフォームだなというふうに思いました。さあ、実際に着用したし、はい、そして背番号も入ってるし、はい、そして落とされた方にはサインもして申請しようということなんですよね。そうです。斬新なユニフォームであるこのウォリアさんのユニフォームと、斬新な用立ちをした小倉選手ですが、今までいろんなところで、アバターっていうようなことを言われてますけれども、ここ最近、監督から新たな名を命名されましたよね。何でしょう、それ何でしょう。なんか鼻が鷹に似てると言われて、鷹らしいです。鷹って言われました、チエさんに。鷹、鳥の鷹に似てるということで、いろんなスラをお持ちの小田選手ですが、はい、さあ、そんな数々の異名を欲しいままにしているこの男。奥田選手、着用背番号12入っています。今持ってるのはトップの方だけなんですけど、もちろんあの下の方もね、さあ、ということでございまして、早速オークションをスタートしていこうと思いますが、皆さん財布の中はしっかりと確認済みでございましょうか。出せるだけ出して日本経済、そして東日本に刺激を与えていただきたいと思います。フルセットですよね。フルセット、上もパンツも靴下も中のパンツも。それは違う。若干多いです、ね、それは多いですか。なるほど、フルセットです。フルセット、はい。さあ、大体いくらぐらいいいんだろう、いくらぐらい。昨年ですね、はい、あのこのオークションやった時に、私物を、選手の私物を出してもらったんですけども、はい、その時はおそらく最高額が10万と5000円ぐらいだったんですよ。嘘ですよ、それは。ざわついてるし。嘘ですけど、あの1万5000円ぐらいだったんですけども、おそらく大体そこあたりから買うなという感じはしますね。そうですね、それぐらいから1万5000円って1万5000円はすごい安いですよ。安すぎる、はい、だってもう本当にね、すでにユニフォーム、スポンサーの方も入ってまして、もうまさにセットボード、そうですよね、万端という感じですからね。試合用ですよね、はい、さあ、というわけでございまして1万1000円からスタートしていこうと思いますが、さあ、1万5000円からさらにプラスで出せる方、挙手。はい、はい、おう、2万円。どこだ、2万円が出ました。2万円の人手を挙げてください。2万円の方、牛か。2万円は今同じですね。2万円、はい、ということで2万円は複数います。もう1つに上げちゃいました。ちょっと危ない上がり方でございますが、
さあさらに2万円から上乗せできるチャレンジャー手を挙げろ。誰よりも今日早く取るあの手に入れますからね。2万2000円。希望小売価格から7000円プラスです。お母さん、おっさん、2万6000円来ました。まあ、でも上とパンツとストッキングまでついてですからまだまだです。まだまだまだやれません。これで私は、はい、3万円いました。3万円です。さあ草津のタイミングが近づいてきているようです。3万円飛びました。奥田選手3万2000円出ました。お母さん3万2000円です。さあ証拠へ2000円です。奥田選手のサインもつきます。ブルースですよ。しかも今日着用してるんです。匂いもついてます。今3万2000円ですか。3万2000円で止まってます。あと1人いけますか。3万2000円できる方どうか声を出してください。3万2000円はまだ中途半端ですよ。どれだけ今日上げるつもりですか。どれだけ上げる。あっ3万2000円止まってますね。カウントダウンが無情にも始まりますよ、はい、OK 刻んできましたね。ここに来て来ました。お母さん3万5000円3万5000円笑うと拍手が沸き起こっておりますが、さあ3万5000円に上乗せできる方はいませんかね。おお、これは素晴らしい。ということでお母さんリュウソピーいやサインをじゃあしてもらいましょう。でお母さんお名前。そうですね、お母さん、はい、ではお母さんのお名前よろしいでしょうか。よしいえ。お寿司から近いところからお越しになりました。よしいえ様ありがとうございます。奥田選手にはどんな思い入れがありますでしょうか。私のお店に来てもらったんですよ。豊田選手と水沼選手と奥田選手、それがもう一番記憶に残って、もうずっとホームに来てましたので、ありがとうございます。ちなみにあのお店というものはどういった。精肉店です。藤本精肉店でございます。じゃあ奥田選手のサイン、はい、どこにサインはしましょう。いやー素晴らしい。それでは審定です。皆さん大きな拍手を。